私が旅に出る理由、それはいつもとは違う世界で自分を成長させるため。横浜は日常と非日常が交わる交差点のような街。今回も少しの間だけ素敵な旅気分を満喫します。高知生まれの私にとって横浜は昔からの憧れの街。海外旅行のような気分を味わえたり、アミューズメントな体験もできたり、中でも大好きなのはみなとみらい。散歩やデートにぴったりのスポットがいっぱいだし、どこを向いてもフォトジェニックな光景ばかり。どんな季節に来ても楽しめる街です。東京の都心から電車でおよそ30分、中央編に引き続き、今回私尾崎一華が旅するのは横浜みなとみらいの新興エリア。めっちゃ快適じゃないですか。潮風を浴びながらのプチクルーズ。何これ、エレベーターだったのかな。横浜の長い歴史を知って感動。何くれんですかこれ。100年以上前の貴重な遺産も発見。リゾート気分いっぱいの素敵なディナーや大好きなショッピングも満喫。行ってきます。なんと宇宙の水族館にも行ってきました。ささやかですが、皆さんを1泊2日の旅にご案内します。ネクストトリップ横浜みなとみらい進行編。あったかい。すごい風も強いのにそんなに寒くないですね。シーバス行ってみる。乗りたい。シーバス、じゃあ腰元の方にお気をつけください。はい、ありがとうございます。わあ、船乗るのいつぶりだろう。めちゃくちゃ久々。私が乗ったのは2020年にデビューしたばかりの船、シーバスゼロです。船内はまだ新しい香りがします。新幹線みたい。すごい。今時の船ってエアコンとかついてるんですね。知らなかった。いや、夜乗ってもすごい景色良さそうね。これで移動できたらめちゃくちゃ安いやん。シーバスは横浜駅からみなとみらい、横浜赤レンガ倉庫、山下公園などの人気スポットを結ぶ海上連絡船。料金は最大700円とリーズナブル。机とかある。ちょっと朝ごはんとかも食べれそう。この揺れで寝そうなぐらいいい揺れ。いや、涼しくて快適だな。ちょっと移動しよう。船の後ろはオープンデッキになっているんです。わあ、すげえ。すごいすごい。外国に来たみたい。うわあ、潜りたい。なんかすごーい。水が近い。海だ。楽しい。うわあ、あ、みなとみらい。駅のすぐそばから味わえる贅沢で優雅なプチクルーズ。これだけでも旅気分がいっぱいです。
横浜駅東口から15分、今日の最初の目的地は、そう、横浜赤レンガ倉庫。ありがとうございました。着いた。すごい、なんか不思議、海の上で浮いてるみたい。ねえ、クラゲがいる。ほら、初めて見たかも、野生のクラゲ。なんか水族館では見たことあるけど、この野生のクラゲは見たことない。え、怖。うわー、すげー、クラゲ見た。赤レンガ、なんかでもちっちゃい時に来た時とまたなんかイメージ変わるな。なんかもっとでかいとこだと思ってたけど、私が大きくなったから。すごい、でもなんか綺麗だな、赤レンガ、趣のある感じ。ということで、久しぶりの横浜赤レンガ倉庫へレッツゴー。タワーですね、ベイタワーか。あ、ランドマーク。そうだ、全然違うし。明治時代、日本と世界をつなぐ玄関となった横浜港。当時海外からの輸入品を保管するために作られたのがこの倉庫。今年なんと誕生110年ですって。20歳の私の5倍以上ですね。なんかちょっと赤が黒ずんでる感じもいい。そのまんまのものを残してる。すごいですね、そのまんま。すごい世代またいでるじゃん。あ、でも近づいたら大きい。へえ、こういう家に住んでみたいな。なんか1週間ぐらい住んでみたいな。ドレスとか着て、なんか衣装とか着て歩き回るのも楽しそう。何これ、エレベーターだったのかな。なんかごついのある。今も使われてるの。使われてないか。でかっ。なんだろう、昔なんかエレベーターだったみたいな感じするな。向こうがじゃあ昔のエレベーターで、エンジンかな。日本最古の荷物専用エレベーター、博物館みたい。このレンガもじゃあ当時のままってことですか。すごっ、なんか洋風な。ちなみにレンガは全て国産品。この建物だけでおよそ318万個も使われているのだとか。レンガに鉄を組み込むという当時の最新技術で建てられ、関東大震災にも耐え抜いたという赤レンガ倉庫。1989年まで現役で使われた後、2002年文化商業施設としてリニューアル。横浜港の歴史を今に伝える日本の文化遺産なんです。広場では春のフラワーガーデンから冬のクリスマスマーケットまで、季節ごとに様々なイベントも行われているそうですよ。建物の中はレンガの壁や鉄の扉もそのままで、レトロな雰囲気。かわいいお店ばっかり。屋さん、アクセサリーいっぱいだ。かわいいな、すごい。私好みのお店を見つけちゃいました。キラキラしてる。これはトルコ？チャイグラスって言うんだ、こういうの。うわ、これアラジンが出てくるやつじゃん。すげえ。こちらは地中海雑貨のセレクトショップ、セビンチエイト。珍しい食材やキラキラのランプ、工芸品のような食器やバッグなども現地から仕入れているそうです。手鏡もある。これぐらい薄くておしゃれだったらね、メイク直しとかに使えそう。すごい。
カバンも可愛いね。ほら、なんかおしゃれ。風鈴っぽい。でも風鈴ではないのか。うわあ、私収集癖あるからこういうの1個買っちゃうと大量に集まっちゃいそう。家にハンドメイドなの？ってことは一点物ってことですよね。すごい。この中に入ってみたいもん。ちっちゃくなってどんな感じなんだろう。あとこのとんがってる形も好き。ランプのおしゃれだな。ちなみに店名のセウィンチとはトルコ語で幸せという意味だとか。うん、私なんか見ているだけでハッピーになっちゃいました。横浜赤レンガの中をさらに探検します。あ、何のお店だろう。セレクトショップかな。日本百貨店。うわ、かわいい。なんか子供用の服とかってすごいかわいいですよね。いいな、かわいい、素敵。ちょっと入ってみよう。ここは日本のものづくりと優れものをテーマに全国からよりすぐりの一品を集めたお店、日本百貨店赤レンガ。他ではなかなかお目にかかれないこだわりのオリジナル商品がいっぱいです。うわ、美味しそう。おつまみ、お酒飲みたくなるな。こういうの見るとゴロッとうまみ、チーズのオイル漬け、燻製&ナッツ。へえ、美味しそうだな。いちごミルク、すごいな。あ、なるほどね。いちごミルクの素割るんですって、牛乳と。なるほどね。じゃあ、え、コーラ。そうですね、マツメグなどの世界中のスパイスや国産の柑橘を使用した天然の生コーラとなっております。下の方にスパイスが沈殿しているので。そうなんですよ、よくゆっくりと振っていただいてからお飲みいただけると。めっちゃ沈殿してる。元祖クラフトコーラ。よし、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。624円でした。どんな味がするんだろう。未知すぎる。飲んだことない。私これ楽しみです。赤レンガで人生初のクラフトコーラ。どこで飲もうかなと思っていたら、なんとバルコニーへの入り口。開けてる。いいな、すごい。上に来た。え、気持ちいいじゃないですか。ということで、お、いい感じに混ざったかな。いきます。お、うん、あぶねー、あぶない。これ、うわ、すごいすごいすごい。強炭酸じゃん。あ、でもいけそう。よし。あ、なんか結構スパイシーな香りがする。コーラだけどコーラじゃない。あ、スパイシー。いただきます。わー、ほんとだ。あ、でももっと私薬草っぽい味すると思ったら結構ちゃんとコーラ、コーラの味がする。でもなんかあの加工された糖の味じゃなくて美味しい。眺めが良くてのんびりできる最高の穴場を見つけちゃいました。潮風を感じながらすっかり旅気分、幸せだ。いいな景色。人通りも少なくてすごくいい、落ち着く。なんか目の前にベルがある。一人で鳴らして彼氏できますようにとかでもいいのかな。架空の誰かと。絶対リア充なやつじゃん。ほら、二人のアイアンが永遠に続きますようにって書いてる。鳴らします。いや、ちょっと違うな。だって架空の誰かと。
きかった。私の鳴らし方かな。違うか違うか。なんかいい人と結婚できますように。さすがは横浜随一のデートスポット。ちなみにこんなベンチもありました。うん、真ん中がへこんでる。次に来る時には素敵な誰かと一緒に座りたいですね。私、尾崎一華のみなとみらいプチ旅行。この前見ましたよね。なんかでも怖い。バスが浮いてるみたいな感じだから、ちょっと沈んでんのかなって心配になる。でちゃんとね、船なんですよね。新港ふ頭で水陸両用バスを発見。乗り心地は船なのかな。大きなクレーンが。本当だ。なんだろうこれ。何クレーンですかこれ。なんと真上には巨大なクレーンが。あ、そういうことか。ハンマーヘッドクレーン。でも最近まで使われてたんだ。そうなんだ。このクレーン、今から100年以上も前にイギリスから輸入され、2001年まで船の荷物の積み下ろしに使われたという貴重な産業遺産。高さは30メートルもあるそうですよ。いやー、横浜は歴史の宝庫なんですね。ビジネス街なのにこういう商業施設もあって。何ここ、空港？反対側が公園になってる。どこに行く階段でしょう。ずいぶん綺麗に整備されていますね。ハンマーヘッドって言われると、ハンマーヘッドシャークっていうのがサメいますよね。こういう頭したサメ、それを思い出す。ここはハンマーヘッドパークとして2020年に誕生したばかりの展望スポットだとか。歩行者デッキはお隣の商業施設横浜ハンマーヘッドとつながっています。100年前の人もきっとこの大きさには圧倒されただろうな。でかっ。もうちょっとで日が暮れてしまいそう。もうここに決定する。ご飯。美味しそう。何があるんだろう。開いた。こんばんは。お客様ですか。はい、一人です。はい。こちら横浜ハンマーヘッドにあるキーズパシフィックグリルはニューアメリカンスタイルのレストランとのこと。入り口から見えるピカピカのタンクはもしかして。すごい。こちら全部ビールの手作りです。レストランの中でビール作ってます。この筒全部ビールですか。全部ビールです。すごい。もちろんよかったら覗きたい。どうぞ。ありがとうございます。ということでビールの醸造室をちょっぴり見学。すごい。どうもこんにちは。こんにちは。ここはクラフトビールを作ってるブルワリーになります。ビール工場です。ビール工場、はい、これが仕込み設備で500リッターの設備になるんですけど、ビールの素あるんでちょっと飲んでみます。ビールの素？どういうこと？ビールの素、麦汁って呼ばれる。クラフトビールとか飲んだことあります？飲んだことあります。あ、それの、素になります。素？ここから。これはじゃあまだビールではないんですか？ちょっとだけビール。でももうほとんどビールじゃないです。濁ってるのは少しだけ香ば。香りもすごい香ばしい。そうですよね、はい、麦。だって今日作ったばっかりですもん。あ、そうか、絞りだで。そうそう、フレッシュ。香ばしい麦の。ちょっと苦いかも。ああ、本当だ。甘いですよね。甘い。飲んだ感じは舌触りとかいいけど、後でちょっと苦味が来る感じ。そうですね、はい、あ、でも美味しい。そう、これが麦汁っていう、あのクラフトビールの元になります。あ、そうなんだ、はい。ブリューマスターの斉藤さんは
ニュージーランドやオーストラリアでも修行を積んだビール職人。ここでは主に横浜の水、ドイツ産の麦芽、アメリカ産やオーストラリア産のホップなどを使っているそうです。レストランは1階と2階、フロアごとエリアごとに異なるデザイン。ここでは醸造タンクを見ながら出来たてビールを味わえるんですって。そして私は2階のフロアへ。わあ、すごい。うわー、おしゃれ。見てください、お酒がずらーって。なんだろう。階段を上るといきなりシックなムードのバーカウンター。その奥はなんとクラフトジンの蒸留機だとか。これも作った、ここで作ったやつ、ボトル詰めしたやつ。ここにある手前のやつは全部ジンとかじゃないですか。そうです、そうです。でこの並んでるのは全部、まあ、うちのお店のジンじゃないんですけど、このバーは全部ジンな。ジンだけでもこんな種類があるんですか。110種類ぐらいバーに入ってる。あー、すごい。あー、ワインとかもいっぱいある。バーエリアの先はオープンキッチンの開放的なダイニング。わっ、テラス席もあります。おしゃれ、すごい。なんか CD のジャケ写みたい。ここは私が今日使っていい VIP ルームですか。やった、私のための部屋ということで。どこ座ろう。こっちのテラスもですもんね。じゃあ絶対テラスだな。わ、景色も綺麗。わ、ここ降りてなんか鬼ごっことかしたいわ。腹が減っては鬼ごっこもできぬということで、夢のようなディナーをいただきますか。うん、いいな、綺麗。します。サーモンサンプラーお持ちしました。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと簡単にご説明させていただきますね。はい、まずこちらから青森津軽のサーモンで、柚子とほじそでマリネしてます。で、真ん中がスコットランド産でデュアーズ12年というスコッチウイスキーと、あとちょっとスモークかけてマリネしてるので、燻製の香りがします。で、こちらがノルウェー産のサーモンで、先ほどご覧いただいたのジンで、うちのジンで、ナンバーエイトのジンでマリネしてます、はい、自家製ベーグルにサーモンを乗せて、お好みで赤玉ねぎ、ケッパー、これディルの入ったサワークリームですね、あとこれバニエットっていうアンチョビとか入ったものになりますので、わかりました。つけて召し上がってください。ありがとうございます。すごい、全部同じかと思ったらサーモン全種類違うんですって。まずはじゃあ国産の。好きな味、真ん中、本当だ、燻製っぽい。ちょっと味が変わる。最後ジンです。ジン、ちょっとさっぱりするような、でも深くなるような、違う味になる。これとかと一緒に食べます。次は、あー絶対美味しい。こちらが定番のボストンクラムチャウダーですね。ボストンクラムチャウダー、はい、ございます。ブロッコリーとあとベーコンと人参も入ってる。カクテルじゃないんだよ。アルコールが入ってないカクテルをモクテルって言うんですって。美味しい。気分はお酒を飲んでるような。美味しい。失礼します。こちらがメインディッシュですね。こちらがフライドチキンですね。はい、特別なフライヤー使ってまして、赤外線の熱で火を通すので、なので外はカリッと中はジューシーなチキンになってます。はい、お楽しみください。ありがとうございます。このレモンも鶏肉に合わせてなのか、すっごい大きく分厚く
切ってくれてる。でかい、ほら汁が垂れてくるぐらいジューシー。中がジューシーでパリッパリ、外が。でこの外の塩味と黒胡椒の加減がちょうどいい、美味しい。夜景が近いのがすごい綺麗。いい、なんかしかも海が近くてちょっと船の上で食べてるみたいな感じになりますよね。ちょっと船に乗ってる気分になりますもん、今も浮いてるみたい。私もう日常に戻れなくなっちゃいそうです。夢よ、どうか覚めないで。横浜みなとみらい新興エリアの旅2日目。いいな、あー涼しい。やっぱ海風って気持ちいいな。髪の毛パリパリになるけど、こっちから見るとさらにハンマー。近くから昨日下から見てたから想像しづらかったけど、さらにハンマー。素敵、いい朝だな。今日はどこに行こうかな。まずは腹ごしらえということでご飯を食べに行きます。昨日のお店をリピートしちゃおうかな。ということでキーズパシフィックグリルの1階テラスでモーニング。ここはペットも OK なんですって。おはようございます。おはようございます。これって今何されてるんですか。今コーヒーを焙煎してます。焙煎、はい。もうすぐ焼き上がるところなんで見ていかれますか。え、見たいです、見たいです。どうぞ。あ、中入っていいんですか。特別にちょっとだけ見学しちゃいます。じゃあ出しますね。はい。わー、すごい。今熱々です。熱々だ。結構深入りまで焼いてるので香ばしい味がするんですけど、はい、うんうん、初めて見ました。本当ですか、はい、収穫するとあの赤い実なんですよ、果実になっていて、その中から種を取り出したのがこれなんですね、はい、でそこから今この機械を使って焼いてこういう感じに仕上がる。そうなんだ、はい、私最初からもうこれなんだと思ってました。そう思う方やっぱ多いですけど、はい、実はこれからスタートしています。早速入りたて引きたてのコーヒーでモーニング。ホットコーヒー、インドネシアマンデリンのホットコーヒーでございます。へー、はい、あ、すごい、はい、この状態で、はい、ここで焙煎しているコーヒー豆なんですけど、はいはい、一杯一杯この光サイトに抽出しております、はい、すごいこの高温で出来上がるものになっていて、すっきりでお豆の味もダイレクトに味わっていただけるコーヒーでございます。なるほど、ありがとうございます、はい、お好みでオーガニックのココナッツシュガーお願いください、はい、ありがとうございます、はい、初めて見ました。オーガニックのココナッツシュガーですって。うん、しっかり苦いめだけどなんかでもすっきりしてる。すごい。私が注文したのはこちら、季節のフルーツとキャラメルリコッタのパンケーキ。おいしそう。めちゃくちゃいい朝だな。すごい、お店の名前が書いてあるパンケーキに生クリームをつけて。いただきます。うん、朝から、季節のフルーツが一日の始まりにぴったり。なんて優雅な朝食なんだ。せっかくなので館内も散策。いっぱいお店がある。すごい、なんか工場みたいなとこ出てきた。バニラビーンズ、何の機械だろうこれ。いらっしゃいませ。ここはカフェですか。そ
そうですね、チョコレートの専門店でございます。あ、チョコレートの専門店、はい、そうなんだ。表に機械があるかと思うんですけど。 ありました、はい、あちらがあのカカオ豆、チョコレートの原料の焙煎を行っている機械でございます。こちらのバニラビーンズザロースタリーは南米やアフリカの農家から仕入れたカカオ豆を店内で焙煎、出来たてのクラフトチョコレートをその場で購入できるお店です。併設のカフェではオリジナルのチョコスイーツが大人気だそうですよ。お待たせいたしました。私はなんとチョコレートの食べ比べに挑戦。こちらがチョコレートジャーニーでございます。失礼いたします。こちらはチョコレートジャーニーという体験型のメニュー。カカオの産地と濃度が異なるチョコを順番に食べ比べて産地のクイズに答える聞き酒ならぬ聞きチョコ体験ですね。答えが紙の裏面にこっち、はいはい、書かれておりますの で最後10番のチョコレートは、ブレンドをしたオリジナルのブレンドチョコレートでして、はい、それ最後の3粒がお味がついたフレーバーチョコレートでございます、はい、ぜひ頑張ってトライしてみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではキキチョコチャレンジ始めます。まずコロンビア1番の一番甘いやつ 55%。 普段食べてるチョコレートにちょっと近い。2番ドミニカ 60%。 強い。あ、そう、木の実のような。右に行くほどカカオの濃度も濃くなってきました。うん、まあ、わかんないわかんない。もう待って、2番と3番とか全然覚えてないんだけど。いよいよ問題の9番目、キキチョコいきます。甘い、おいしい。まず8と7ではない、6でもないな、5でもないと思う。なあ、わかんない。1番、徐々に広がるフルーティーな酸味と。1番であれ。2番か。惜しい。ドミニカ60って書いてます。惜しい、悔しい。いやー悔しい、うん、けど楽しい。もう一回チャレンジしたいな。うわ、生姜だ。音聞こえるかな。いやー本当にこのノースリーブ着てても全然あったかくて気持ちいい。あったかい。なんかこの気温でここ歩いてるとちょっと海外に来たみたいに感じる。なんかショッピングできそう。何があるんだろう。え、てか待って、その前にでっかい羽ありますよ。あれでもよく見る。こんなところにもあるんだ。いいな。これ私にぴったりのサイズじゃないですか。身長もめっちゃ今日の服装にもなんか合うし、かわいい。しかもほら肩の位置にちょうどくるからめっちゃぴったり。ここは屋外型のショッピングモール、マリン&ウォーク横浜。通路は路地のように入り組んでいて、まるでアメリカの港町に迷い込んだ気分。リゾート感もいっぱいです。すごい、いろんなお店があるからコミュニティミル。雑貨屋さんかな。ちょっと入ってみます。サングラス欲しい。今日急に火出てきたから。なんかすごいですね、なんか海外の人みたいな。めっちゃパーマだし、サングラスしたらマスクして誰ってなる。こちらはアーバンカリフォルニアライフがテーマのセレクトショップ。ファッションや生活雑貨など見るもの全てがとにかくおしゃれ。本当にいっぱいいろいろなものがある雑貨屋さん。うわ、かわいい。派手派手、夏にぴったり。派手派手。
超派手派手パンツ。そんな。おしゃれ。超インテリアになりますねこれ。ソーダバーですって。ソーダバー？本当、あ、季節のフルーツソーダとかある。美味しそう。じゃあ一番人気な季節のフルーツソーダに。欲しい。買ってみようかな。ちょうど喉も渇いてきたし、じゃあ一つ季節のフルーツソーダください。セレクトショップでソーダバーとはまさかの展開。お待たせいたしました。ありがとうございます。ソーダでございます。ありがとうございます。あ、本当だ、3つ入ってる。シュワシュワする。八朔やレモンなど3種類の柑橘類がたっぷり。思わぬソーダ、嬉しい。この運命的な出会いですね。ソーダソーダソーダ片手にまだまだ探検。美味しい。柑橘でも全然酸っぱくなくて甘い、美味しい。どこで犬が吠えてるんだろう。ここ、あ、ある。かんちゃんのお土産買えるかな。しかもでっかい犬いるし、私よりもでかい。かわいい。入ってみよう。すごい、ワンコも一緒に食べれるアイスクリームとか売ってるんだ。めっちゃおしゃれなこのお店はペット用品のセレクトショップみたいです。かわいい。めっちゃかわいい。いや、夏の散歩も便利だし、冬だったとしても足洗うのめんどくさいからこれ履いてくれたらめっちゃ楽。あ、これ知ってる。動くやつですよね多分。実際にセンサーかな、なんかブワーって動く。あ、そのやつちょっとごめんなさい。え、こうパン。これ多分うちの子ビビリだから多分怖がっちゃう。え、何これ、小屋？テント？外に一緒に出かけた時とかここで寝てくれたりするかな。かわいい。いや、ここに入ってる我が子を思うとかわいくてしょうがない。かわいい。うわ、ふわふわ、めちゃくちゃかわいい。お店の前ではこんな出会いも。すごい。なんていう種類なんですか？ビションフリーゼ。ビションフリーゼ、かわいい。わたあめみたい。すごい、ありがとうございます。女の子なんですって、めっちゃかわいい。よし、次はうちのかんちゃんも連れてこうっと。あったかくて気持ちいい。本当に気温もちょうどいいし、なんかちょっとムシムシしてるからこういう格好しても全然寒くない。夏だな。何屋さんあるんだろう上。ご飯かな。あ、すごい、今発見した。自転車も一緒に登れるんだ、ここ。すごいな、発想が。カフェ。ここはゼブラカフェだ。うん、ゼブラコーヒー&クロワッサン横浜店はサイクリストたちに人気のカフェだとか。秋田杉の無垢材を使った店内はナチュラルで優しい空間です。自慢は自家焙煎のコーヒーと自家製のクロワッサン。テラスでほっと一息なんてのも素敵だと思いません？にしてもクロワッサン大きいな。美味しそう。すごい、いろんなお店もあって、ここのお店は何だろう、釜焼きピザみたいな感じなのかな。薪がある。美味しそう。いいな、楽しそうにみんなランチしてる。いや、確かにこういう時間にこの気温で外でランチしたら楽しいし美味しいだろうな。より、昼も夜も人気のここはロサンゼルスのカフェがイメージというグッドスプーン。高級食材をカジュアルにをコンセプトに、コーヒー一杯から優雅なディナーまで大人が普段使いできるお店を目指しているそうです。一押しは自家製のブッラータチーズが丸ごと入った王様のボロネーゼ。
チーズ大好きな私にはたまらない。あ、確かに夜も涼しくて景色も綺麗だろうし楽しそう。海風が涼しい、すごくいい季節になりましたね。いいな、私もソーダ飲もうかな。日が長くていいな。よし、夕暮れまでもう一遊びしちゃいますか。ということでやってきたのは横浜ワールドポーターズ。ファッション、グルメ、アミューズメントなど150以上のお店が集まる大型商業施設です。うん、涼しい。あ、おもちゃずっとちっちゃい時から好き、こういうところ。あれ、奥で何かやってますね。すげー、シャボン玉だ。こんにちは、ハムリーで、ヤカソー。ヤカソー、こんにちは。すごい、うわー、うわー、ごめんなさい、ごめんなさい。これ知ってますか？すごい、知らない。これハムリーズで一番人気のおもちゃのツーパックハンドグライダーって言います、はい、これ実は投げ方が本当にめちゃくちゃ簡単で、はい、飛行機のこのお腹を持っていただいて、はい、あとはもう天井にぶつける勢いでまっすぐ上に投げるだけで本当だ、簡単に帰ってきてくれます、うん、ぜひやってみませんか。え、やってみます。真上に投げてください。真上に、ほい、そう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 、本当だ、帰ってきた。え、すごい。そんな感じで、こちらもう3歳の子からできるおもちゃなので、20歳です。ぜひぜひお持ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった、本当に。ありがとうございます。ここは世界で最も有名なロンドン生まれのおもちゃ屋さん、ハムリーズの日本1号店。シャボン玉好き。店内ではこんなパフォーマンスがあちこちに。まるでテーマパークに来た気分になっちゃいます。ていうかこれがでかい。こんなん実家の庭にいて玄関とか置いてたらびっくりするだろうな、みんな近所の人。魔除けとかになりそう。数えきれないほどのぬいぐるみが並ぶ1階はついつい時間を忘れちゃうパラダイスのような世界。そして2階にはおもちゃ売り場だけでなく、プロジェクションマッピングを使ったプレイルームもあるんです。夏、ハワイっぽい雰囲気出てきた。ハワイアンスタイル、カヒコ、なんだろう。あ、いいね、する。え、入ってみようかな、楽しそう。ワールドポーダーズの1階で見つけたハワイアンタウン、まさに館内にいるだけで世界旅行。こちらはカヒコというハワイアングッズのお店。かわいいアクセサリーもいっぱい入りそう。あ、これあれじゃん、フラダンス。あれ、これ家にある。私が実家で住んでた時これかけてました、家に。すごい懐かしい。ハワイで買ったんだ。いいね。これでも家帰ってこんな揺れてたらめっちゃ怖いな。なんで揺れてんの、かわいい。ピアスかな。あった、かわいい。貝殻のやつとかすごいかわいい。 T シャツにこんなんつけるだけでもう一気に夏っぽくてかわいい。奥のフードコートもハワイのムード満点。さっきからいい匂いがするんだよな。ということで、ありがとうございます。いただきます。来た。じゃん、ガーリックシュリンプです。スパイシーとマイルドがあって、スパイシーの辛い方にしました。食べれるかな。美味しそう。ガーリックシュリンプ大好きなんです。食べてきます。
早速ハワイ名物ガーリックシュリンプをいただきます。おいしい、うん、あー、おいしい、おいしいけど後から辛い、辛い。週末にはフラダンスショーなども行われて大にぎわい、思う存分ハワイ旅行気分に浸っちゃいましょう。アンダーウォータースペース、アクアリウム宇宙旅行めっちゃ萌え。せっかくなので覗いてみますか。お客様がこれから向かわれるのは水の惑星でございます、はい、こちらのリング外されてしまうと呼吸ができなくなってしまいますので、地球に帰るまでは絶対に外さないようお願いいたします、はい、さてこちらプレゼントでございます。ぜひ宇宙人に乗り切って楽しんでください。ありがとうございます。では行ってらっしゃいませ。おめげぴじな、すごい宇宙人に行けた。なぜ宇宙人になるかは置いておいて、どうやら私はこれから水の惑星を旅するようですよ。行ってきますすごい、わあ、あ、すごい。アクアリウム宇宙旅行アンダーウォータースペースは期間限定のユニークな水族館、多彩なアーティストたちとコラボした宇宙空間は4000匹以上の魚たちが舞い踊る、まさに非日常の世界です。あ、綺麗。なんかちょっとゾクゾクする、怖い。宇宙ですね。あ、宇宙の魚食べられないか。これウツボじゃね宇宙にもウツボいるんだ。え、すごいかわいい。なんかテレビ慣れしてるわ、このウツボ。なんだここも、何これ、キノコみたいな生えてるよキノコ照明みたいな。え、すごい、なんか実験室みたい。アバンチュラの森なんだここ仏が横になってる怖、なんかどっしりしてる。うわー、なんか近づいてきた、やばいやばい、怖い。サンゴの横に宇宙人も発見。バーみたいな雰囲気、こちら当店おすすめの宇宙人漬けリキュールですなんてね広い、カオスですね、キラッキラ。なんかこういうとこでクラブ開いたらクラブ会場になりそう。あれ、これシーバス乗った時に見つけたクラゲじゃないですか、宇宙に。うわー、綺麗。すごい、クラゲめっちゃ綺麗。ちょっと気持ち悪い柄が、なんか女王みたいなやついる。これおでこに何入ってるんだろう、ヒアルロン酸すごい、なんか本当異空間って感じ。うわ、やばい、でっかいのがいる。こうはすごい硬そう。でっかい。海外旅行どころか宇宙旅行まで楽しめちゃう横浜は私の想像をはるかに超えていました。ほんと楽しかった。あ、かわいい。どんなに映ってるんだろう。楽しかった、お買い物。水族館も楽しかったし、コスモワールド夜になるとちょっとライティングされるんですね、暗くなると。入ろう、楽しみ。大きい、こんな大きいんだコスモワールドの。やった、最後に横浜を一望します。
結構ちゃんと階段登ってくんですね。わー、着いた。ありがとうございます。約15分ですって。世界最大の時計付き観覧車、高さはなんと 112.5 メートルもあるんですって。はい、よいしょ。観覧車本当にいつぶりに乗ったかな。ちょっと怖いわ。See, my hands are shaking from the urge of being with him. I act a little dumber when I try to get his number. I'm so nervous that I'm losing. 気持ちがすごい若返るから、物をまた違う角度で見れたりとかして、心が浄化されるというか、大人になるというか、素敵な気持ちになりました。すごく。なんだろうな。なんか自分を見つめ直せるというか、なんかね、心に余裕があると人にも優しくできるし。なんか物事をこう、なんだろうな、一つの目線だけじゃなくていろんな目線で見れたりとか、人の気持ちを考えられるような気がするから、旅ってこう自分の心に余裕を持たせてあげるというか、人として成長できるものなのかなって思います。お疲れ様です。ありがとうございました。お先一か成長しました。心に余裕ができました。